あのね、そこちぃずひこですそれでは今回なんですけども、D 払いを実際に使って感じたこと、キャンペーンや D ポイントが貯まるなど、D 払いの魅力5つを簡単解説ということで、これまでは PayPay ペイペイ、楽天 Pay、LINEPay、メルペイの5つの魅力の動画をアップしましたが、今回はドコモが提供するスマホ決済サービス、D 払いの5つの魅力ですね。 今ではこの D 払い自体、ドコモユーザー以外でも使えると根付いてきているところではありますが、この動画では D 払いのサービスや機能面に主にフォーカスしてサクッとお伝えしていこうと思います。もしかするとこれまでお伝えした内容と被ってしまうかもしれませんが、そこだけご了承ください。それでは早速一つ目なんですけども、まず D ポイントが貯まるという、やはりこれが一番最初に来るのかなと思います。D 払いで決済するたびに D ポイントが還元されるので、まあ、D ポイントを貯める方からすると優先順位高めで D 払いを使われていると思います。レート自体は大きなキャンペーンを除くと、 D 払いででででののお店で決決済済をしたら200 100円円1 1ポポイインントトトがが貯貯まままってネット決済の場合はりす今ではお住まいの地域の町のお店であったりとか、ネットでも決済が可能となっているので、D 払いが活躍する場面というのは、ここ最近増えつつありますよね。で、コンビニ大手3社のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、あとはこうドラッグストアとか飲食店でも利用が可能となっています。 次二つ目は D ポイント期間用途限定の消化に便利ということで、これどういうことかと言いますと、D ポイントには二種類ありまして、通常の D ポイントとこの期間用途限定なんですけども、この通常の D ポイント自体は48ヶ月の有効期限があるんですが、まあ、この D ポイント期間用途限定に関しては、キャンペーンなどで期間がバラバラで、通常の D ポイントよりはやや短めですね。なのでこれに関しては間違えて失効してしまう場合もあります。まあ、それがこの D バいを使えば、ここに D ポイントを使うというところで、 があるので、ここのバーをチェックしたら、まあ D ポイントが使えるのはもちろん D ポイント期間用途限定も使えます。ちなみに消化される順番は D ポイント期間用途限定が先になくなって、次に通常の D ポイントの順番で使えるようになってます。次に三つ目は D カードとの相性がいいということですね。 d 払いのお支払い方法に d カードをセットするとダブルで d ポイントを貯めることができます。例えば今左の赤枠の方なんですけど、ま、街のお店の場合は d 払いで決済をした場合0.5%還元なんですが、それに d カードを加えるとなんと1%加わって1.5%が還元されます。そして右の赤枠の方でネットで決済をしたら d カードをセットした場合 d 払いで決済をしたら2%が還元されます。今お伝えしたのは大きなキャンペーンを除いて、まあ、通常で決済したら ここれれぐらいい還元されまますすよということうになりますねちなみに D カードを持っていたらこちら D ポイントスーパー還元プログラムの還元率アップサービスの一つとして D カードでドコモ料金をお支払いした場合は還元率が1%加わるのでドコモユーザーかつ D カードを持っていたら D ポイント自体結構たまるイメージではありますね。 次、四つ目は、セブン銀行 ATM からチャージが可能ということです。まあ、これまで D 払いは、クレジットカードなどをお持ちの方でないと使うことができませんでしたが、今年の9月よりアップデートがかかって、セブン銀行 ATM からでもチャージが可能となりました。なので、クレジットカードをお持ちでない方でも気軽に D 払いにトライするための、まハードルは下がったかなと思います。で、最後、五つ目、Amazon で使える、ドコモユーザーのみということなんですが、最後、五つ目はこちらなんですけども、これはちょっと羨ましく思うんですが、現実 時点では amazon で d 払いの決済ができるのはドコモ回線を使っているプラス sp モードを契約されている方であれば利用可能となっています。amazon でまあお買い物する時のタイミングといえば、やっぱりこちらですかね。 金土曜日なら D ポイントが必ず3倍もしくは最大6倍まで還元されますということで、まあなのでこの時のタイミングで D 払いを使って Amazon でお買い物をすれば通常日にまあ購入する時よりかは比較的お得になりますね。Amazon って安いっていうのが特徴なんですが、Amazon しかない商品とかも結構あったりするので、まあ個人的にはちょっとこれができるっていうのは羨ましいですね。 ざっと最後、今お伝えしたことをまとめると、上から D ポイントが貯まる、D ポイント期間用途限定の消化ができる、3番目は D カードとの相性抜群、そして4番目チャージがセブン銀行 ATM でもできると、そして5番目は Amazon でも使える、各個ドコモユーザーのみということですね。ちなみにこの中には含めてないんですけども、ドコモユーザーだった場合は、まあ D 払い自体、この電話料金との合算払いもできるので、それもまた魅力的かなと思います。 ま、そんなコーナーで今回は D 払いの魅力について簡単ではありましたがお伝えさせていただきました。まあ、以前でも動画でもお伝えさせていただいたんですが D 払いは11月から今出てるようなドラッグストアの10%還元のキャンペーンそして機能面に関しては D 払いミニアプリというのが加わってクーポン機能などアップデートがかかるのでまあ、今後も D 払いユーザーからしたらさらに便利になってきそうな気はします。まあ、一応下の概要欄に D 払いの公式ページや11月のキャンペーンなどのページそしてこれまでお伝えした PayPay、楽天 Pay、LinePay、 5つの魅力の動画のリンクも置いておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。